4月8日に発生した高病原性鳥インフルエンザの関連農場において、本日、新たな疑い事例が確認されました。この農場は、前回の事例と同じ横浜町で約11万羽の肉用鶏を使用しています。この農場は、昨日のウイルス検査の結果、陰性と確認されていた3農場のうちの1つの農場です。疑い事例が確認された経緯につきましては、本日12時50分にこの農場から、陸奥家畜保健衛生所に死亡鶏が増加したとの連絡があり、当該家畜保健衛生所が直ちに立ち入りして鳥インフルエンザの簡易検査を実施したところ、9羽において陽性となったものです。現在青森家畜保健衛生所においてウイルスの遺伝子検査等の行政鑑定作業を実施しており、明日の朝方には結果が判明する予定です。この結果等を踏まえ、国が疑似完畜と判定した場合には、本農場における防疫措置が必要であり、現在、資材の在庫確認などの準備を急いでいるところですが、その調達にはやや時間を要するものと見込んでおります。このため前回の事例とは異なり、直ちに殺処分に入る状況には今のところございます。ちょっと入れる状況ではありません。こうしたこともあって、次の記者会見につきましては明日改めて投げ込みでお知らせしたいと思います。よろしくお願いいたします。